こういうおじさんたちが日本を背負ってきたんですよ、まだね。分かりますか。私の名前は砂田智明。一生懸命働いてよかったなというふうに。会社命の熱血サラリーマンでございましたが、第二の人生を謳歌し始めた矢先のことでございます。がんの宣告を受けております、はい、ダンドリ命の私がまず取り組んだのはエンディングノート作りでございました。一応式場の4つ見てきてか、こういうのに結構来ちゃうんだよね。近親者でっていうふうに言うふうに伝えるから来てもらうし、近親者でちょい両方やるよね、ですよ。お父さん、これでもう思い残すことないね。息子はこう申しますが、私には段取らねばいけないことがまだまだたくさんあるのでございます。お父ちゃま、ありがとう。自分の人生をきちっとなんてデッサンしとかないと、残された家族は困るだろうということを含めまして、母はこれは何ですけどね、なんでこのくらい元気にいられるのが不思議です。いつかの泣き虫、行ってしまう時っていうのはどういう感じで行くんですか。また遊ぼうね。なんか喋ることあるな。家族の絆を娘が描いた感動のエンターテインメントドキュメンタリー、エンディングノート。